こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、まあよく聞かれるというか、まあみんな挑戦したがるスペインですね、スペインのドラムの叩き方の解説をしていきたいと思います。まずはね、構成解説ですね。構成はですね、こちらの方ですね、イントロ、たったららばるらったったったらじゃじゃじゃっていうのがあって、でだらららららたらっていうのがあって、でだったっただだらだっていう決めがね、ありますよね。であとは、3番になる、こういう感じですね。で、これ黒本の、スペインの形をそのまま取ろうと思ったんですけど、ちょっと解説しにくいので、ここまで終わったら、そしたらこの B のここに帰るというふうに書いてある、 A の途中のここに帰るっていうふうに書いてあるんですけど、これちょっとここの下に付け足した方がいいかなと思う。これまあ A の後半ですね。でここからダルセーニョします。でタッタッタダダララ決めをやって、でじゃーんじゃーんじゃーん、いきなりここのソロに行くときは2カッコに入って、じゃーんじゃーんじゃーんって入って、ここに入ると。で、ソロはここの C をずっと繰り返しして、で、ここにおります。合図があれば。で、そしたらダルセニョまた同じでいいです。ね。で、ずっとこれまた、ここのまま2カッコ入って、で、ずっと C を繰り返しにします。ずっとね。で、またここの次の人がおったらこれ。で、最後の人の時だけが、ここダルセニョじゃなくて、ダカーポになります。頭にね。これはもう書いてないですけど、こういう構成になってます。で、B メロの決めが終わったら、コーダで飛んで、タチャーナーラーというふうな形になります。なので、今から、勉強するのは、まずイントロの入り方、そして、A メロの、ベースラインの叩き、ベースラインとの考え方とですね、B メロ、有名な決めのところをどうやってやるのか、そして3番への入りのところのシンコペーションの処理の考え方、そして3番の叩き方、そしてエンディングの叩き方っていう具合にやっていきたいと思います。それでは始めていきますね。まず、イントロのとこですが、これ何回も出てきますが、タッタバラバララッタッタッタ、このタッタッタバラバララッタッタッタ、これが大事ですが、よくあるのはタッタバラバララッタ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 、これガットはですね、タッタバタバラダッカッカッカがタッタバラバダッタッタッタ、ここの4裏から裏裏裏表っていうのを2回目にやってます。タッタバタバダッタ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 、これですね、ジャンジャンジャンはですね、ジャンジャッタージャンジャッタ、マナダダッタージャンジャッタ、真ん中は切った方がいいですが、まあ伸ばしちゃってもいいです。ジャン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 、でここがここ3拍フレーズなんですね。ここイン2で考えると、ダン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 っていう風に、ワンツースリーワンツースリーで、これ 3小節いって、ワンツー、ダンダンダン、うん、ダンダンダン、うん、ワンツーです。ダンダンダン、うん、ダンダンダン、うん。というふうに書いておきましたので、これでいいと思います。ここフィルインは、ダンダンダン、うん、ダンダンダン、うん、せーのの部分だったら、何でもフィルインは何でも構わないですが、これここですね。この2拍余った感じするんですけど、実はこれは4拍子のままで、1、2、3、1、2、3、1、2って捉えるって感じですね。タッタバラバラダッタ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 ッ、うん。これで叩ければもうバッチリでございます。なので、ここの部分はこれで書いておきました。A のとこはベースラインですから、ドンタンタンタントン、ドンタンタンタントンってなので、足がタン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 を合わせます。なので、簡単なバージョンは、こうスニアのとこはダンダンタンタン、ドンタ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 ン、これでいいと思います。いける人はこのカスタネットみたいに、これで行ってもらえばいいかなと思います。で、スニアの部分で行く場合は、こんな感じで、アクセントの部分は足と一緒に行ってもらって、ここはロールにすると、なんかこうちょっとこうスペイン風な感じが出るのかなと思います。で、これはそのまま、この2小節のパターンここまで行ってもらって、じゃんじゃんじゃんは。というふうに言ってもらいます。
というわけで今の2種類の形を覚えてもらえば、どっちかを選んでもらえば、僕はよくやるのはこっちで言っといて、リピートした時はここからの時はスニアのこのこれを使うとなんかすごくスペインっぽくなってかっこよくて僕は好きですけど、じゃんじゃんじゃん、ここは真ん中切らなくていいかなでいいと思います。でじゃあ次 B いきますね。B メロはですね、有名な決めの部分です。ここの部分はすごく難しくて、まず一つ考えられるのはもうタッタッタラララダッタッタラッタラッタッタラッタッタラララダダラダラダッタッタラダッタラッタラッタというところですね。ここのバラバダラ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 ダガッガッガのこの裏裏裏をスニアで合わせます。全部左手でいいと思います。でダダダダ、まあここのシンコペーションはどっちでもいいですね。ダンダンダンタジャーンうんっていうところまでですが、タダンダンダンうんでタッタバラバラだったったったらに戻るので、ここにフィルインを入れてもらっても全然いいかなと思います。で、これが1個目のやり方で、で2個目はもうユニゾンですね。B のここに書いておきます。ユニゾンっていう方法で書いておきました。ユニゾンっていうのは何かというと、まあ、このまま全部スニアで叩く。なんですが、これだとちょっと味気ないでしょ。だから、音程が高いものは強く、音程が低いものは弱く。ダバラダバダダッタッタもここもバダバダバダ、要は裏の音は弱くてバダバダバダバッバッバ、 3つの音もバッバッ、真ん中が音量が小さい方が歌っぽいです。というふうに叩いてもらうのも、そうするとユニゾンはどこで叩いてもに、ユニゾンでいろんな場所で叩いて、歌の中で叩いてもらえば、抑揚さえついてれば別に音程は上がった、もうメロディー通りじゃなくてもよくて、メロディーは他の人が弾いてるんで自分はハモリパートに入ってるというふうに考えてもらえば全然大丈夫だと思います。なので、B のとここですね。で最後もう一個ありまして、これ欄外に書いておいたんですけど、これインワードパラディドルを、ここにもアクセントがあって、アクセントはこことここだけですね。スニアのとこはこれ、でここのところからユニゾンに戻るとかっこいいですよということ。 B のとこ、演奏していただければ全然いいかなと。でみんな最後ここ間違えるんですけど、この1カッコのとこはダンダンダン、2分音符ジャンジャンですね。でさっきのところの決めがダンダンダンなので、ここごっちゃになってる人が多いです。これはでもね、バンドメンバーもごっちゃごちゃになってるので、なのでここは結構僕は確認しますね。ここの、サビに C のところに行く手前はダンダンダンなのかジャンジャンジャンなのか統一しておいた方がいいですね。まあもうピアノの人がそっちで覚えちゃったら僕はそっちで合わせます。だって歌い癖なん でピアノが外れちゃうとおかしくなっちゃうんで、ピアノとか他の楽器の主の楽器の人がやってる方に合わせます。でもここは原曲はダーンダーンダーンなので間違えないようにしてくださいね。でここのインワードを使うと、どこで叩いてもめっちゃかっこいいので、今のアクセントを崩さなければ C のところはこれで、B のところは B のところはこれで弾き切ってもらっていいと思います。次はですね、この2カッコのところのサビからダンダンダン、サビこの3番のところはこの3拍目のここのオンのところからダンダンダン、
な感じですね。で、サンバなので、難しい人は両手でこれでいっちゃってもいいのかなと思った。サンバのパターンいろいろ書いておきました。ここは、僕がよく教えるのはこれで、これシブのままでもバトラはね、サンバキックって別にする必要なくて、サンバキックの大事なのはオンなんで、ここは一番合いそうなのは細かい、細かい左手も合うんですけど難しい、テンポ早いんでね。なのでこの方が大きく乗れてバンドのメンバーも比較的やりやすそうですね。今までの経験上そう思います。なので大事なのはサビから、シンコペーションした時2拍目に、ここの処理をちゃんとすることと、あとサンバでやることですね。で、サンバが終わったらに戻るということですね。あとは構成通りな感じでございます。なので、イントロの部分はジャン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 という間を入れてもらってもいいですし、ここの 3拍子になるところを、この3拍フレーズになるところをちょっと難しいので、ここをちゃんと練習しておくことと、 A のところはかベースの音をよく聞いてちゃんとロックさせましょう。で、 B のところはダン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 であるか、ユニゾンでいくか、何回も来るので、この3種類のパターンを持ってて、まあ、混ぜたりとかしながら使うといいかなと思います。で、サビの部分はこれも何回も来るので、左手スニアにしたりリムショットにしたり、ハイハットにしたりという具合にいろいろ使い分けてもらえば。で、最後は決めがバラダブでダダダダダダダ、三発あるんですが、最後のとこはここ一個、もう一個コードが付け加わるので、ダキルダキルダ、というふうに伸ばして切る、伸ばして切る、でシンバルもう一発伸ばして切るっていう風にすることが多いです。ここもバンドによって違うので、これはちゃんと練習して、確認して練習してもらえばいいかなと思います。というわけで、結構難解な曲だとは思うんですが、スペインですね、一回できてしまえばこれもう全然アンプでできちゃうんで、僕はもうこれ完全アンプですね。だからもう修正は今のジャンジャンジャンのところ、ジャンジャンジャンのところを、どうするか確認して、あとはそのバンドに合わせて全部細かくしてやってしまいますが、もう全部覚えちゃいますね。ということで、もう完全に暗記してしまってください。中級者以上の曲ではあると思うんですけど、これアンプしておかないと譜面見てるとね、やってられないんで、ぜひこれはアンプしてみてください。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。